あくまでも1私が今申し上げたことはあくまでも思案ですのでそのおつもりで2それはあくまでも理想論に過ぎず実現は不可能なのではないか 三、この家はあくまでも仮の住まいでここに永住するつもりはない。四、断っておくが彼とはあくまでも仕事の上の仲間でしかなくそれ以上の個人的な付き合いは 一切知っていないなのだあくまでも1空はあくまでも青く澄み渡り砂浜はどこまでも白く続いていた2 どんなに疲れている時でも彼はあくまでも優しかった。3. あくまでも広い見渡す限りの葉の葉た畑の中にあくまで広い見渡す限りの葉の 花畑の中に。真っ赤な服を着いた女の子が。一人立っていた。あげく。さんざん悩んだあげく。彼には。手紙で謝ることにした。に。 考えに考えた挙句、この家を売ることに決めた。三、弟は六年も大学にいて遊び保けた挙句に就職したくないと言い出した。四、それは好きでもない、それは好きでもない上司のご機嫌をとったり、 家族に当たり散らしたりの大騒ぎをした挙句の両親であったそれは好きでもない上司のご機嫌のとったり家族に当たり散らしたりの大騒ぎをした挙句の小心であった。 5、姉は席を入れないだの、一緒に住まないだのと言って、親と対立し、すったもんだの挙句に、ようやく結婚した。2、挙句の果てに。1、 部長はますます機嫌が悪くなり、あげくの果てには関係ない社員にまで怒鳴り散らするようになった。二、彼女は我慢に我慢を重ねたあげくの果てに、私のところに相談に来た。